どうも、わきわきわきー。森の都のカプセリスト兼ガチャガチャ研究家のわきー貝山でーす。ミネチア、足上げバージョン。これ実はね、立ちます、きちんと。ほら、ちゃんと自立するんですよ、片足で。ダンガム編のパート2でーす。もろもろレビューする前に、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そして12月の2日3日、池袋サンシャインシティで開催されます、昭和レトロガチャガチャ展。返礼品も、なかなかいいインチキな超人消しゴムがもらえたり、80年代の可愛らしいファンシーバッジがもらえたりと、2000円の返礼品もなかなかいいですよね。ちなみに超人の方は1万円で4体。しかも、デカ消しなんかも用意しておりますよ。はい。ぜひこちらの QR コードを読んでみてくださいね。さあ、それでは、ダンガム編のパート2、行ってみよう！はい。ミニチュアワッキー、ありがとね。さあ、ダンガムの2つ目の引き出しですが。これはもう、とことん怪しい消しゴムがいっぱい入ってますね。いやー、よくこの100円のガチャにね、無判件のモビルスーツがこうやって入ってんすよ。いや、素敵だね。あ、これは SD ガンダムも一緒に入ってますから。すごいね。そして、これこれこれ。まずはもうギャンとかだよね。この辺縦とかなくしちゃうんだよね。これ海外人気になります。もうプラ製のね。中の機械がこうね、見えちゃうというね、この透明な部分がね、かっこいいらしいですよ。で、これね、胴体部分がプラスチックで、周りは塩ビという、めちゃめちゃ溶けやすいです。これなんかよく当たりましたね。これは違うサイズ、若干大きさが違うという、並べるとね。すごいなぁ。ズゴックとかもこの配色がすごいよなぁ。お、赤いやつできた。かっこいいっちゃかっこいいのかな、プラスチックの。当時はこんな風にしてお店からもらってますよね。この結びすごいね。別パターンもあります。さあ、そして、あ、パズルですよ。トイパズル。後ろはなぜか白黒のあられちゃん。かー、これがいいっすよね。これが本気にはない魅力ですよね。ドン。これは機動戦士ガンダムね。この頃はまだ半剣コスモス取っとこうかな。いや、怪しいね。もうこれから怪しいね。これから怪しいね、もうね。これもうやばいですね、もうね。もう本当に。言葉いらずに見られますね。ここすごいなぁ。ズドン。そして、ああ、これもよく、皆さん当たったんじゃないですか。ミニライターのガンダムイラストですけど、まあちょっと怪しいんだよね。このイラストなんかも絶対パチの、スネークキューブですよ。スネークキューブ揃えてないでこれね。これ肩が出てるでしょ、これ。折れちゃうんだよね。はい、折れてないスネークキューブはね、長さが違う。ね。あ、これはあれだ。他の引き出しにね、免許証って引き出しがありましてね、こっちには、ガンダムのミニ免許証が入ってますね。面白いよね。ね、同じイラスト使ってんだよな、このガンダムもな。これパズルでしょ。お、これはあれですね。ゲームウォッチ。ゲームウォッチでこうするとこうね、ガンダムが戦ってるようにね。これ随分ありました。あ、こっちもだ、ほら。こっちもっすよ。このセットいいっすよね、これ。ね、ガンダムフデイでコスモスの子入ってるのがすごいよな。中はこれ、うわ、出た。なぜか分かりませんけども、こちらね、プロ野球選手のクレヨンが入っているね。筆記用具だからですけどね、これ随分色入ってるな。すごいね、これ何でもありだね。うん、避けたやつね。お、これいいっすよね、これほら、ガンダム時計、80年代後期ですけどね。
顎の下、これ液晶の時計になるんですよね。説明書も入ってます。これなんだかわかります？これ日光写真なんですよ。日光写真、日光写真で、この中にガンダムフム、ほら、ね、うわー、ガンダムとアンドロメロスフム入ってますけどね、これをね、この入っている、ね、紙に焼き付けるというね、日光写真。渋いでしょ？渋いね。で、なぜか GV 消しゴム、これギャバンですね。なぜかギャバンの消しゴム入ってました。ギャバン、ギャバンの合体消しゴム、パーツは全部ありますけど、これなんか入ってる。これ面白いんだよな。コスモスのカプセルに当時の引き物のね、SD ガンダムのマグネットカードが入ってるっていうね、珍しいやつですよね。これはね、これも SD ガンダムなんですけど、水の中で1000倍に膨らむっていうね、なんでモビルスーツを水でふやかすんだってやつですけどね、これもこのまま珍しいです。これ本物かな？ミニミニカードダス24枚入り。ミニミニカードダスのね、当時。って言いながら、でー、誰だ、いたずらしたのは。これはなんか多分あれですね。僕が小さい頃いたずらして入れたんでしょうね。こういうのもいいですね。はいはい。で、プラスチックモデル。まあ、この辺も別の動画で詳しく紹介してますが、プラモデルが入ってるんですね。これイデオンかな。ガンダムじゃないですね。イデオンもあるしね。あ、これはガンダムかな。偽ガンダム。偽ガンダムですよ。で、あとはこの辺はコスモスの自販機ですけどね。これ MR はね、マクロス消しゴム。マクロスのね、合体消しゴムがね、このまま入ってるぞ、マクロス。バラバラになって。ね、箱込みっていうのがね、いいですよね。これもね、キャラクターイレーサーって、マクロスですよね。マクロス。ありがとうございました、合体消しゴム。当時の箱は珍しいんですよ。あとこちら2つありますね。はい、ガンダム風ジグソーパズル、ダンガムジグソーパズルですね。この4つのイラストのうちにですね、1つが入っているという、これもすごいですね。このアムロはジオングと同じ顔色ですね。ここは、ま、上もジオングかどうか分かりませんけどね。はい、いかがだったでしょうか。わきわきわき、チャンネル登録よろしくお願いいたします。グッドボタンやコメント、わっきー貝山のコレクションからこの辺見てみたいよというリクエスト、エモーイショーアルトロフご当地オリジナルのガチャガチャの情報もコメント欄にてお願いいたします。まったねー、わきわきわきー。